はい、今日はですね、エビチリ対決したいなと思います。左がセブンのエビチリで、右がファミマのエビチリですね。で、スペックの確認なんですけど、セブンの方は 150g ですね。で、こう205カロリー。で、ファミマの方が 140g、151カロリーですね。カロリーがなんか全然違いますね。なんかファミマの方がだいぶカロリー低くて、セブンの方がかなりカロリー高いですね。なんでだろう。ちょっと裏見ますか。で、どっちもレンジでできるっぽいですね。1分30秒。まあ、湯煎でやりますか。湯煎だと、まあ、ボイル4分。で、こっちも4分ですよね。約4分。ちょっと湯煎で食べよう。んで、まあ、エビどっちも使ってますね。ファミマの方は輸入しか書いてないですね。西部の方はインド、またベトナムとか書いてて。はい、今どちらもですね、お鍋に入れました。これで温めていきます。そろそろですね、頃合いかなと思います。はい、じゃあ、あたたたたたたあたたたあたた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 
はい。じゃあこっちのお皿はセブンイレブンで、こっちのお皿は、ファミマのやつ入れていきます。はい。こっちがセブンですね。こっちがファミマですね。やっぱなんかちょっと違いますね。もうパッと見はパッと見セブンの方が美味しそうですね。なんかこのソースがなんかすごくなんか美味しそうですね。ファミマに比べて。で、エビの数は1、2、3、多分4つ、1、2、3、多分4つですね。うん。で、セブンの方はエビの形は大きさは大体揃ってて、ファミマはなんか1個だけ大きいのあるんですけど、あとはなんか小さいですね。まあ肝心の味ですけども、ちょっと食べてみますか。はい、じゃあファミマの方から食べていきます。まあソースがね結構重要だと思うんで、やっぱ1、2、3、4つですね。はい。うん、美味しいですね。うん。エビはなんか、うん、噛んでいくと弾力はあんまりなくて、なんかほぐれていくような感じですね。うん。はい、美味しいと思います。はい、じゃあ次セブンですね。セブンも4つですね。うん。なんかセブンの方がこのエビについてるなんか衣が普段割と、うん、しっかりついてる感じしますね。で、これソースが、なんか、うん、なんか、固形というか、うん、そんな感じですね。ファミマなんか、どちらかとソースなんか、液体な感じするけど、セブンの方は、なんか、結構固体って感じします。はい、ちょっと食べていきます。うん。なるほどね。セブンのエビチリの方が弾力がありますね。で、ソースになんか、うん、ソース、これ美味しいですね。うん。なんか深みがあって美味しいです。うん。うまい。もう一回ファミマ食べますか。このファミマのエビの中一番大きいやつ食べます。やっぱファミマのエビは優しく
ほぐれていくって感じですね。うん。ソースは液体な感じ。で、セブンは、うん。はい。うん、うん。うん。エビの弾力があって、うん。なんか衣がね、いい感じでついてるんで、衣とソースがよく絡んで、美味しいですね。うん。で、このソースもね、すごい、美味しい。うん。なんか玉ねぎとか、がいっぱい入ってるんですかね、結構。うん。ネギとか玉ねぎとか。うん。食べ応えあります、ソースも。はい。じゃあどっちが美味しいかですけども、もう皆さんお分かりかもしれませんが、はい、セブンの方が圧倒的にうまいですね。あ、まあなんかセブンの方が大体何でも美味しいんですけど、ちょっとねファミマに期待したんですが、全然セブンでしたね。あの、5点満点で言うと、セブンのエビチリは、もうほぼ、あの、5点あげてもいいぐらいの点数ですね。5点あげても。まあ、点5をつけるんだったら 4.5、4.5 ですね。で、ファミマは、3点ですね。悪くはないんですけど、ちょっとこのね、差があまりにも激しすぎて、例えばこっちセブン5点、ファミマ4点ってするとそうじゃないんですよね。1点の開き以上があるんで。なんでまあ、セブン 4.5、ファミマ3点にします。うん。うん、悪くはないですかね。うん。うん。普通に美味しいんですけど、なんかね、レベルが、次元が違う、次元が。うん。僕あのセブンよりもファミマの方が近いんで、ファミマで買うことの方が多いんですけど、こんだけ違いがあったら、ちょっと歩いてでもセブンでエビチリ買いたくなりますね。うん。なんかね、もうエビの、うん、エビそのものが違いますかね。うん、すごい弾力あるんですよ、セブンの方が。弾力あって歯ごたえがすごい美味しい。ファミマも、ファミマで美味しいんですけどね、十分。なんか、あんま歯ごたえがなくて、スーって口の中で消えちゃう感じなんですね。うん。そういうエビが好きな方はファミマがいいかもしれないです。あんまり弾力なくて、なんかほぐれていく感じが。うん。言い方はファミマ。で、しっかりそのエビの弾力を味わいたい方はセブンですね。もうソースからも全然違いますかね。僕はこの、うん。食べ応えのあるソース好きですね。うん。で、全然ね、なんか重すぎない。うん。なんかこれとこれ比べると、なんかセブンのソースの方がなんかすごく、うん、濃い味なんです。よね、濃い味なんですかみたいなね。なんか見た目見えるんですけど、なんかね、濃いわけじゃないんですけど、なんか深みがあるというか。うん。うん。うん。深みがある。うんうん。うまっ。うん。このセブンのエビチリは、うん。うん。なんかその辺の中華料理や
のエビチリよりも美味しいかもしれません、これ。うん。ま。はい、今日こんな感じでした。うん。うん。セブンのエビチリもないですけど、おすすめです。